ビビってんのか。さっきの佐山の態度、気にならなかったか？ああ。関西で何かあったんじゃないのか？それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。うん？誰もいないようだが。これは…どうしたんだ？これは佐山か？これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っている全ての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と合田龍二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が合田龍二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が合田龍二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは合田龍二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、
二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとっての唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きていくね。さよなら。佐山。アイテムを これでいいか、もう。
Two, three, two, one.